ちょっと体勢崩しましたけど、うまく粘ったことでね、まあ、取ったセットプレーですから、うまく生かしたいですよね。こう粘り強いプレーから取ったセットプレーというのは、比較的こうチャンスになりやすいですからね、はい、ターゲットになるのは工藤、4番をつけた選手、179センチ。攻撃を組み立てたいですが、ここ日照学園がなかなか自由に進めない。さあフリーとなった10番の高橋シュート。追いついた。後半の19分、左手を上げた10番高橋が決めました。同点。いや見事なシュートですけども、はい、その前の縦パスですよね。学園どう攻めるか。前橋育英高校、青柳が左、山内です。池直哉がこの時間帯は左のサイドハーフの位置にいます。19番の青柳が切り込む、ワンタッチのパスがつながる、ヒール青柳、左足シュートだ。